します。夢人の夢人による、夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェウェイ、上野日村です。よろしくお願いします。はい、ということで今日は8月の10日でございますね。はい、お盆休み入ったところかな、早かった。早いところやったら10日ぐらいからね、お盆休み入られる方いらっしゃるかなと思いますね。はい、だから今年どうなんですかね。なんか毎年ほら一時さ、なんか今年のお盆休みは最長何日とか言ってたりとか、先月何日あるんやろね。なかなかいろんなパターンがあるんじゃないかなね、人それぞれの。とは言いながらどうなんでしょうね、今年はみんな、あの一時ほらあのコロナでどこも行かれへんかって、でなんかいろいろどっか行くっていうのを計画しようと思ってたら、なんか不景気で、お金がだんだんなくなってきてるんで、どうなってるんだろうみたいな感じ。なんかお祭りとかも完全復活の勢いだから、あちこち遊びに行く人多そうですね。ね、はい、さあ皆さんはどんな予定をされてるんでしょうか。さあ、はい、そんな、8月10日はどんな日なんでしょうか。はい、おもてひろの今日は何の日？帽子の日。8月10日、はい、ハットの語呂合わせからでございます。で、英語ではツバ、ですね、はいはい、が全体にある帽子を、はいはい、このタイプですね、をハット、ツバがないとか、はい、それが小さいものをキャップと呼び分けているそうでございまして、日本人が帽子をかぶるようになったのは1871年、明治4年の断髪令以降で、明治時代の文明開化の象徴として広くかぶられるようになったということで、まあ、現在は UV カットとか速乾性とかね、いろんな優れた素材で作られているものがいっぱいありますよみたいな日でございます。はい、まあまあ、あの断髪でね、あの要は今までこうね、あの髪の毛をこう言ってたわけですよ、でほら特に男の人は逆焼きっていうのがあって、このここを反るの、この頭のてっぺんぐらい、でその周りのやつをこう持ってきてこう、ちょんまげ言ってるもんですから、要はちょっと伸ばしてんねんけど、あんまりまだ育ってへんかったんですよ。育て髪の毛育てで、そんだってあのやっぱりさ、あの伸ばそうと思って伸ばし始めても、なかなか綺麗に育ってくれへんかったら汚いと思う、で汚いのをやっぱりあの武士は嫌がるので、なかなかそれ綺麗言われてもみたいな感じ、で、ハットかぶるとね、ごまかせるんですよ。いや、ほんまに、男の人って朝起きても帽子かぶったら完成じゃないですか。キャップかぶりゃ OK、今やったらバケットアップとか、こう、それこそちょっとこう目深にかぶれるのとか、ええな、みたいな、寝癖があろうが、オールバックしてかぶったら、5分で出るみたいな。あれだけはもうずっと、女の子はね、そういうわけにいかないですからね。まあ、なんかまあそんなにね、髪型あんまり、何やろ、めっちゃこだわってなかったら、やっと流して、かぶってしまえばこなれた感出るけど、いや、それでも。この辺なんかこんなになりますやんみたいな。まあまあまあ、でも男の子もね、あの中学校とかさ、あの、まあ、小学校だけど、キャップかぶっていいんだらいいんやけど、あれキャップ脱いだら肩がついてるからさ。いや、そうなんよ。それがね、あの体育の時間とか耐えられへんわけ。だって体育の時間が白帽かぶって、終わった後の前髪ひどかったもんね。いや、もうひどいよね。みんなここ一旦帽子かぶってる方がね、帽子好きやけど、その肩つくのがあるから、脱がれへん、脱がなあかんような時はかぶりにくいなって思うからね、なかなか。でも今暑いからね、いや本当に本当に、絶対かぶってる、かぶってんのとかぶってんの全然違うよね。ただかぶってる間も蒸れてるっていうのもあるけど、でも直射に、いや全然違う、全然違う、当たってる方が、あの外すやん、ジリジリしてる、痛いもんね、ほんまに。だからちょっとまあ日傘の代わりじゃないけど、やっぱかぶっといてほしいです。はい、ここに、はい、そしてもう一つ、はい、焼き鳥の日。おー、来た、この稼ぎだな。焼き鳥を一般大衆に広め、焼き鳥の父と呼ばれる根本忠男さんが創業した株式会社船中が制定しました。日付は焼き鳥
の語呂合わせと、うん、焼き鳥の最高の友であるビール、はい、とともにこの上なく美味しい真夏の日、うん、ということから制定されました、はい、なるほど。で、子供から大人まで幅広く愛されている日本の食文化の一つ、焼き鳥をさらに PR することが目的でございまして、はい、この船中は戦後の1946年、昭和21年、うん、浅草専属の地に川魚料理屋として開業しました。はじ、うん、めは船や土壌を、うん、うなぎの串焼きが中心だったんですが、うんうん、川魚が取れない冬場、うんうん、おしのぐために鶏の鳥をですね、うん、串に刺して売り始めたら、なんと評判になって大ヒットというところから焼き鳥が出る。ということは、あの焼き鳥のタレはそのうなぎとかのタレからしてるってことだね。そういうことよね。なるほどね。それは前に決まっとる。いやもうほんまちっちゃい時さ、うなぎのタレだけ食えとか思ったことない。もそれだけでご飯いけるもん。いけるいける。なんでもとりあえずタレくださいみたいな。そうほんまにほんまに。そういうところで焼き鳥になってる。なるほどね。なんかちょっと納得いった。面白いよね、魚の香りが。へえ、ねえ、すごいよね。まあ何が好きですか。ネタは軟骨。軟骨軟骨が好きで、ああいるよね。で最初だから普通のちっちゃい軟骨しか知らんくって、でちょっと大人になって「やげん軟骨って何よ、ね、このでっかいコリコリは何?」みたいなところから大ハマりした。なるほど、ね、あとはせせりが好き。タレで食べるのが好きですね。何が好きですか。僕はねハート。あー美味しいね。大好きやし、まあ、ネギマも好きですね。ベタにね。もうベタのが一番美味しいです。なんかまあそのベタが一番美味しかったらどこでも美味しいみたいな、よく言うじゃないですか。美味しい。で、あの西野さんはぼんじりが大好き。はい。渋い声で返事返ってきた。ぼんじりも美味しい。これでもなんか焼き鳥ってまあベタにタレか塩って、うんうん、結構人の好み違うから面白い。うん、塩ハンデ。ああ、そう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 、あのネタによってね。そうそう。私結構タレで食べたい人やから、うん、そのまあ軟骨系とかは塩が好きやけど、うん、はい、あ、全部塩でいけるんだ。なんか人によって食べ方が違うから、それも面白いな。ちなみに軟骨とかで大好きな人とかは、多分農耕民族じゃなくて狩猟民族だったら、あの一応色濃く受け継いでるんじゃないかという噂が。ちなみにうちの奥さんが毛羽先じゃなくて毛羽元、 あれ食わしたらもう骨しか残ってない。だいたい骨までガリガリ食えちゃう。ガリガリ、はい、いつも美味しいからね、はい、あ、はい、そんな日です。はい、一人食べようね。はい、ということでした。ありがとうございました。はい、では行きますよ。はい、シネマドンブリー。はい、さあ今日のシネマドンブリはですね、うん、先週すごかったでしょ。もうすごかった。見ましたよね皆さん。もうなんか人が多くてね、うん、らいことになってたんですけど、はい、過去最長ぐらいの尺で。そうそう、 だってここに、4人並んで、初めは初めで、あなた後ろ立ってた。うん、私どこ読んねやろみたいな。はい、そんな感じでやっておりましたけれども、うん、まあまあ私のね作品についてちょっと話しさせてもらったんですけど、うん、今週はですね、私の作品の2作目の作品なんですけど、大きな気になりたいについてちょっとね、お話しさせていただきます。めぐるちゃんってどんな病気なの？めぐるちゃんの場合はね、心臓移植っていうのが必要なの。移植？めぐるちゃんはドナーが現れてくれるのを待ちながら頑張ってリハビリしてるのよ。めぐるちゃんのことしっかり応援しなきゃね。うん。めぐるちゃん、めぐるちゃん、しっかり。僕は大きな気になりたい。君を守れる大きな気になり。私はドナーになる。
ちょうどね、うん、これぐらいの時期なんですよ、僕ら撮影したのが。夏好きですね。暑い時に撮り上がる。いや、ほんまにその大変な話はちょっと置いといて、うん、で、まあ、作品のね、詳細というか、大きな気になりたいというのがどういう作品なのかというと、うん、まずこれは臓器移植をテーマにしてます、うん、はい、いわゆる心臓移植ですね、うん、まあ、例えば肝臓とか腎臓とかいろんな、臓器移植っていうのはあるんですけど、心臓移植っていうのが一番やっぱ難しい、うんうん、で実際難しいっていうのは手術的に難しいってこともあるんですけど、ドナーがなかなか見つからないですよね、うん、簡単にはなかなか見つからない、うん、やっぱその脳死っていう状態の人を待たないといけないので、ね、あのなってくださいってなってもらえるものもないし、でましてやその心臓をいただくということはその方は確実に亡くなられるというのがあるから、うん、どうしてもなかなかそのドナーっていうのが見つかりにくいっていう現状があるし、何よりこれね、大人はそうでもない、うん、大人はあもうこの人目覚まさないんですねっていう話になったら、じゃあまあ誰かのためにっていう話にはなりやすいんだけど、お子さんになるとこれが格段にあの親御さんがね、どうしてもその本当に目覚ますかもしれないじゃないですかみたいなありますことも、いやこれねほとんどないの、99.9% ぐらいないんだけど、うん、その 0.1% あるかないかにかけてしまうあのお父さんお母さんがいるので、なかなかまあこれだからね、だからいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、これ現実の問題としてやっぱり眠ってるようにしか見えない我が子の息を止めちゃうって判断をやるやらないっていうところに関してはもうやっぱなかなかそのお父さんお母さんも判断できないっていうのもあるんで、ただこれがね、まあ、難しいんですよ。すごい難しい話なんですけど、やっぱり本当に目を覚まさなかった場合、うん、大変なことが起こるんですよ、うん、だってベッドに寝かして、うん、その人工心肺装置をつけてないと亡くなっちゃう人なんで、うん、あの人工心肺装置のレンタル料、うん、でベッドで病床だからその部屋借りるお金で、さらには栄養補給しなきゃいけない、点滴やらないやら、そう口だけで咀嚼してくれないから、その当然ながらあれになりますよね。でそれではでも筋肉育たないから大変なんですよ。だからそういう、まあ、ある意味地獄のような日々が実は待ってたりとかもするんですよ。でこれで何年か経って目覚ましてくれたらお父さんお母さん嬉しいんですけど、目覚ましたら目覚ましたで地獄のようなリハビリの日々が本人に課せられるという、起き上がることすらできないですからね、最初とかいうこともあったりとかする。でそこのバランスは難しいんですけど、あの生きてさえいればって、まあ、確かにそうなんだけどみたいな、いろんな問題が実は含まれていて、このことを知ってもらうのがすごい大事じゃないかなっていうことが僕にあってですね、日本移植支援協会さんっていう、臓器移植 の、 その、啓発活動をやっている NPO 法人さんに提案書を書いて、うん、こういう作品やりませんかっていうので認めてもらって一緒に作らせてもらったっていう作品なんですよね。だから一番大事なことはこういうことがあります、でこういうことがあった時にこういうことが起こりますっていうことを事前に知っておくことなんですよ。それを知らないで脳死っていう状態が目の前に来た時にやっぱ受け止められる受け止められないってどうしてもあるんですよね。だからこそこの作品をできればお子さんと親御さんが一緒に見てどう思うっていうことを親御さんとお子さんが事前に話しておく。でこの作品の中で実はその主人公2人いるんですけどね、男の子と、この主人公の子が、まあ、1人が脳死になる、その時にドナーカードをサインしてるんですよ。でそれをお父さんお母さん知らない、で脳死であるってこともまだ受け止めきれてないのに、お医者さんからドナーカードにサインしてたのご存知ですかって言われちゃう。で当然ながら未成年の、お子さんに関してはドナーカードにサインしてても親御さんが最終決定をするようになるわけなんですよ。だから結果的にその子の心臓を止める止めないっていう判断を親御さんがしなきゃいけないんですよね。でもどういう意味でこの子はサインしたのか、なんかたまたまもらってようわからんうちにサインしたのか、それと意味が分かってて自分の意思としてサインしてたのかということがもう脳死になってる子からは聞けないんですよね。これが一番僕は悲劇だと思っていて、じゃなくて
生きてる元気なうちにお互いですよ、お父さんお母さんもそうじゃないですか、うん、いつ事故に遭うかもわからないし、だからそんな中でいや自分はもう亡くもし脳死になったら、うん、ぜひ使える臓器を使ってくれみたいな話を事前に家族としておくってすごく大事なことやと思うんですよね、うん、だからそのことを知ってもらうっていう、まあ、きっかけにしてほしいなっていうので、まあ、30分、短い作品ではあるんですけど、作品にしてるということなんですよね、うん、まあ、あの趣旨に、ね、賛同していただいて川上舞子さんとかもね出演していただいたり、してる作品ではありますので、残念ながらあれなんですよ、マテリアルで8月3日と7日にもう今月の上映は終わっちゃってるんですけど、うん、来月また9月に、はい、あるかと思いますんで、うん、ショートムービータイムっていう、時間枠の中で、別の 10分ぐらいの作品と一緒に見ていただける形になってますんで、ぜひ機会があればというかその機会を捕まえてですね、うん、マテリアルで、まずはマテリアルで今やってるので、うん、マテリアルで見ていただければありがたいなというふうに思ってます、ね、はい、見ましたよね、見ました、やおで見て、見させていただきましたどうやった、まあまあ重いテーマじゃないですか、ね、うん、そでもそれをだからその子供が、うん、まあ、いろんなきっかけがあって、そのなぜサイン してあるのかに、まあ、たどり着くわけだけど、なんか子供の時にこうやっていろいろ自分で考えたりだとか見たりだとかっていう経験って大事やなっていうすごい思うし、大人でもあんまちゃんと分からんことっていっぱいあるから普通に見てほしいなっていう、なんかそういう、すぐ泣いちゃうんで、主人公泣いたら泣くんで、ずっと泣いてました、あれも。おかしいな、30分ですぐ泣けちゃうみたいな感情移入してすぐ泣くんですけど、いやいやいや、でも、ね、まあ自分の身の周りに絶対ありえることやから、うん、誰かが脳死になっちゃうとかって、まあ、自分もあるかもしれないし、そう本当にそうなんです、だからまあなんかこんなことがあるよってちゃんとね知るきっかけになる、なんか道徳の時間とかに流してほしいんですか、まあ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 そうなんですよね、まあ、なんかその夏休み前後とかの集会とか、うんうん、スクリーンで流してほしい、いやいや、そういうのでぜひ見てほしいし、ね、保護者も参加できますよぐらいやってほしい、そうなんですよね、そういうイベントができればいいなと思ってるので、うん、ぜひこれ見てらっしゃる方でそれはいいって思っていただいた方ご連絡ください、教育関係特に、はい、お待ちしてますので、うん、はい、本当にそんなんで見てほしいなと思いました、はい、いい、ただ、うん、お前さっきも言ったけどすごいいい天気の中撮ってるそっちも思った、いい作品もともに、いやいやいや、その爽やかさって多分夏とプールっていう組み合わせがあったからやけど、暑そうやなと思って、もうね、めちゃめちゃ暑かったのよ、ちょっと裏話聞かせてください、はい、あれはね、面白いんだけど、うん、1作目の太陽のドロップキックっていうのが、うん、7月25日か6日か7日か、なんかその辺から上映だったんですけど、うん、その前の4日間で撮ってる、おぉハードその前の4日間で1日くらいで編集しました、いやじゃなくて、まあ、撮って、うん、で、2週間の太陽のドロップキックの映画上映が終わり、うん、で終わってから、来た素材と向き合いながら編集していくっていう日々が始まるということですので、全然そんな急に編集したとかじゃないんだけど、そうだから映画の上映、1作目の映画の上映の直前4日ぐらいで撮ってるんで、うん、でだからもうめちゃめちゃ熱くて、うん、実はこれ西園さんもスタッフで参加してくれてました、はい、なんとちょっとついでにちょっと、はい、ほんまに熱かったですめっちゃ大変やったことあった聞いたんですけど、大正のちょっとしたなんていうか昭和さん、昭和さんっていうところに、うん、のてっぺんのところでねロケあるんですよ、そうそう、大きな木のね、うん、ビジュアルは実はその大正館ですよ、うん、でそこを行くのに、まあ、当然山ですから、うん、まあ、階段か坂で上がっていかなきゃいけないんですけど、うん、まあ、階段はちょっとねしんどいんで、うん、坂道をゴロ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 大きな台車というかあれで運んでいったんですけど、ほんま重たくて機材とかね、まあ、ねものすごい照明用の機材のね、うん、台車を西園さんが「あ僕もできます」ってうわーって持って上がってくれてたんですけど、最初ね終わったとかで下りですね、下りの時で最初ね
背中で押さえながらこうやってこう後ろに台車があってこうやっててんけど、やってると押されすぎてあかん、あかん走りすぎるって、そう、引かれそうって台車に引かれそうになってて、しょうがないから逆に後ろを向いてこうやってあれは大変です、ね、そう、撮影後のね、一番疲れ切った時にで、またね、昭和さんの上がちょっと開けたところになってて、そうそうそう、周りには気は茂ってんだけど、撮影しようと思う場所はもう本当にカンカン出るやん、うん、木しかなかったね、大変大変、うん、だからでも爽やかさというか、そう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 、綺麗な景色もね、そうなんだ、あったよ ね、はい、まあ大変でしたで、最新作もこんな時に撮ってて、暑い中そうですよ、はい、そうですね、暑いのが好きだよ、まあ、好きだよね、変われるくせにち�ゃうね、一回失敗してんねん暑いのが嫌やから言うて、3作目の吉尾は、A 時期に撮るって3月に撮るって言ったら、3月激寒で、しゃくやったね。で、しかも、昼間はまだマシやねんけど、うん、なぜね、この作品、お金もないし、時間もないから言うて、夜中の2時ぐらいまで撮ってんねん。もうね、1時過ぎたらもう極寒0度以下ぐらい、0度前後ぐらいになってて、でしかも川のすぐ近くで撮ってたりとかするから、うん、めちゃめちゃ寒くて大変な、だから寒いか暑いかで撮ってる、いいとこ探しましょう、いや、で、いいとこ探してトモルで4月の29日とかに撮った、今度は雨にやらない、うん、もう日本の気候どうなってんの、いや日本の気候に文句言う前にやれもっと楽な時にやろうよいつがいいんやろうね、いやでも今はほらもう秋もないしさ、そうや、終わった思ったらすぐ冬だからね、悩むね、悩むよ、だから事前に決めるしかないじゃない、うん、スケジュールの調整するとね、これぐらいがええやろうでやってみたらめっちゃ暑いっていうのは普通にあるからね、今だって下手したら10月いっぱいとか普通に暑いから、ね、ずっと暑い、うん、それこそ夜更けてこやんとすごい時間じゃないと、そうそうそう、だから撮影組むの難しいね、今10月の真夜中にしましょうぐらいならマシかもしれない、ね、もうだって下手したら11月ぐらいも普通になっちゃうからね、はい、まあ、そんな、いや、まあ大きな気になりたいそのものとはちょっと違う話なんですけど、はい、まあ、そういう苦労をして撮った作品ということなので、うん、頑張りましたね、はい、ぜひまた頑張りも含め、見ていただきたいなと思います、うん、はい、はい、ということで今日は、大きな気になりたいのお話でした、はい、ありがとうございました、はい、さあではいきますよもうなんかさっきいたなおったもう一回呼びます、呼びましょう、もう一回呼び、はい、中之島映画祭情報西蔵野さん挑戦でございます、はい、はい、もう良かったかな、良かったかもしれん、はい、はい、ですね、うん、今回は、うん、中之島映画祭、はい、たくさんの映像クリエイターの方や監督さんに参加していただいてますけども、うん、まあ、22回やってるとね、大体1回で6本から8本ぐらいの作品を上映してるんですけども、うん、複数回さ、上映された監督さんが何回もですね、まあ、違う作品で第何回で出て、で違う作品で第何回で出てっていう形なんですけども、うん、でそれをちょっとご紹介したいなと思って、うんうんうん、はい、で一番たくさん、4回4作品を上映した監督が上田慎一郎さん、おお、上田慎一郎さん、はい、まあ11回12回13回14回4年連続で出てるんですけど、まあ、恋する小説家、彼女の告白ランキング、ラストウェディングドレステイクエイドっていう4作品あったんですけども、13回のラストウェディングドレスでグランプリ、おお、これあそこで撮ったやつだとしてもあれ、そう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 、あれあれやね、そう、八王子やね、八王子、僕らね、八王子シリーズとも勝手に言ってるんですけども、ね、八王子の結婚式場を、はい、舞台というのを八王子映画祭、そう、ね、ですごく協力的にやっていただいて、はい、そこで作品がたくさん生まれてるっていうのがあるんですけど、第1回でこの番組の第1回で紹介した気まぐれの瀬戸加穂さん主演のね、気まぐれも実はこの八王子映画祭、お金で、まあ、最初始まってるという感じですね、はい、
はい、はい、でその上田まあね、うん、あの上田監督も3回目の正直でグランプリ取ったって、うん、つい喜んでいただいて、うん、もうそれその後ももう一回出すそうもう一回出してよって言ってでただあの、うん、出してよって言って必ず上田監督やから出そうっていうわけじゃなくて、うん、もちろんもちろんちゃんと審査の上でね面白いっていうことで選ばれてますから、はいはい、だからよこの上田慎一郎監督の4回が一番多いのかな、うん、はい。で次3回っていうのがあるんですけど、うん、5回6回7回と連続で、藤原智樹監督とか、うんうんうん、あの5回でカニネズミ6回がタプシライフ7回猫文字のピポラという作品で、はい、上映させていただいて、うん、アニメーション作品ですね、はい、アニメーション作品そうですね、あの5回と7回、カニネズミと猫文字のピポラはあの、コンピューターグラフィックのアニメです、はい、でそれで、うん、カニネズミ、猫文字のケポラこの2作品がグランプリを取った、グランプリを2回取ったっていうのはこの藤原さんだけですね。ああそうなんだ、はい、藤原智樹さんだけが2回グランプリを取っている。すごいですね、はい、でまたこれすごいのが6回がカタプシライフなんですけども、うん、これねアニメじゃない実写なんですよ。おーおーそう、実写のちょっとしたあのコメディっていうか、あの、まあ、コメディまでいかないんだけども、うん、あの結構フルッとさせる実写の作品でも上映してる。なるほどなるほど。そうどっちもやれるなと思って、うん、すげえと思ってたんですけど、うん、はい、で続きまして、誰がいいかな。前野智也監督、はい、6回、7回、そして18回と上演されてるんですけども、うん、まあ、6回がゴーゴーマリコ、7回が足の生えたオタマジャクシ、で、だいぶ離れて18回、うん、で、ぽつり岡山っていう作品でやってる、うん、で、前野智也さんって言えば、今監督より役者の方がすごい目立ってるので、ね、ですよね、ですよね、目立ってるので、ね、あの霧島部活やめてって言って最初にセリフを吐く役者が、前野さんどんどんやるんで、で前野くんはね、あの思わず前野くんって言ってしまうのは、うん、映画祭のスタッフでしたから。あ、そうなの、高野島映画祭のスタッフでしたから。あ、関西、はい、で前野くんに、映画祭どうしようってあの相談しようと思って打ち合わせしようぜって言って呼び出して話しようと思って、うん、あいつ彼女連れてきてやがって連れてこさせたり連れてくんなよとか思いながら話できへんやんけってしゃあないからもうこれ彼女と二人で焼き鳥食って帰れや言うて5000円渡したら太っ腹やんか、まあ、その時ね前のと二人で焼き鳥食いながら話しようかなと思ってたんで。ああ、なるほどね。焼き鳥の日だけにな。その時はぼんじりは食べてないね。だから食べられへんから、ね、食べてないよなきっと。まあでも前の子がね今もあのいろいろとあの映画祭に対してコメントをいただいたりとか、うん、してくれてるし、まあ、可愛い後輩なんで、うん、はい、これからもまたね作品作る方でも役者の方でも、うん、まあ、頑張ってもらいたいなと思います。監督やってたんですね。はい、もともと監督なんです。でぽつり岡山がね18回で選ばれとったんですけど、うん、コロナで中止になって上映できなかった。そうなんだ、選ばれてたのに。そう、選ばれてたのに。18回ってつい5年もんね。そうなんですよ、だからコロナで、2019年、はい、かな。そうですね、まあ20年か、中之島映画祭の開催母体の中之島祭りそのものが中止になってしまったので、で残念ですけども2020年はね、ほとんど無理やもんね。まあまあまあ、そんな、前の国とね、井村さん、井村剛さんという監督さんが、はい、1回、2回、そして11回、うん、10年離れてまた選ばれると、うん、ちょっと一風変わったあの作品で、確か大阪の方だったと思います。はい、はい、名前聞いたことある、はい、名前どっかで聞いたことあると思います。で11回のね、特にサンバーハリコのタイガーの真実っていうのはドキュメンタリー風に描いた嘘のノンフィクションではなくてフィクションの作品だったんですけど、うん、まあ千葉張り子の大河というのはやっぱ大阪が舞台っていうのが、うんうん、井村さんも面白い作品を作って今もきっと作品作られてると思います、うん、はい、まあ、最近で言ったら、松本拓也監督とかね、うん、13回で帰ろうよ、で15回でライブハウスレクイエム、で18回で欲望の怪物、
松本拓哉監督であの全く本物ですよね。はいはいはい、もう、3回、はい、あの上映させてもらってます。僕はカモ・モテイヨで取材してますよ。あ、はいはい、インタビューさせてもらってます。結構ね、あの若々しいっていうか、ほんま若い、あの見た目がすごい若々しい。そうそうそう、で、あの主演もやったりね。そうです、そうです、そうです。自分が出て、自分が出て、自分で監督さん、はいはい、あと、大橋貴之監督っていうのがはいはい、ご存知ですかね。もちろんもちろん、はい、桜になるとかね。はい、そうです。あのちょっと SF 的な設定の中で、うん、その中で人間の心情を描くっていうのが、うん、あのすごくすごく好きで、あの12巻の押し入れ女の幸福とか、はいはいはい、あとね、先ほど桜になるで幸せの形、うん、もうどれもね、あのちょっとした SF の設定の中に、その中で今現リアルな人間に伝わるような感情をうまく上あの表現してあるっていうのがもうすごく好きで、はい、僕はあのだから、桜になるは、うん、あの当時まだあの中之島映画祭が一般のその人に何ていうのその、試写会みたいなのやって、あああの点数つけてもらってやつをやってたんですよ、はい、でそれで僕実は 見させてもらって、はいはいはい、ありがとうございます。だからあの、まあ、劇場じゃないんですけど、ある部屋借りてもう完全暗転にしてね、はいはい、でそこスクリーンを置いてあのみんなで見て点数つけて帰るっていうのにあの桜になるは入ってたのを見ましたし、でその後あの、遠い雷鳴っていう作品があって、今をときめくでベイビーワルキューレでね、主演の2人のうちの1人やってる高石あかりちゃんがあの実は遠い雷鳴に出てまして、はいはい、あのベイビーワルキューレの1作目の時、僕は実は高石あかりちゃんにインタビューしてるんですよ、うん、でそこからあの高石あかり推しをやってました、はい、で遠い雷鳴でも出てるということで、はい、あのインタビューをさせていただきました、うん、はいはい、なので大橋貴之監督はあの一緒に飲んだこともあります、はい、まああと2回、うん、日本の作品に上映された方が他に13人いてあるんですけども、すごいね、はい、一番がやっぱり石井裕也監督ですかね、うん、あのむき出し日本とガールズパークスっていう作品で上映させてもらったんですけど、石井裕也監督は日本アカデミー賞の最優秀監督賞を取ったっていうので、うん、すっごく嬉しかったですね、うん、その時わー石井君すげーやんとか思ってましたから、はい、あと2回で面白いなと思うのは誰だろう、まああの最近で言ったら磯部哲平さんであったり野本小杖さんであったりとか、うん、今もうどん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 一緒に引っ張っていってる人たちが出てくれてるし、野本小杖なんか自分で何作撮ったか覚えてないって言ってました。やっぱりねやっぱりねずっと撮ってる、あの、まあ、中之島映画祭だけじゃないと思うんですけども、やっぱりうまいなと思わせる監督っていうのはやっぱ作品すごい作ってますね、はい、もうそれをすごく作って、もうどん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 いろんな映画祭に出してっていう、そのすごくアグレッシブな、うん、あのところがやっぱり作品にも出てくるんだなっていうのはやっぱり感じますね、はい、まあ、あとね、あのついこの間あのインタビューさせてもらったの太田監督も、あ、そうですね、はい、あのそう太田監督もあの7回の笑いと、でこれもちょっと9年置いて、はい、親友がいない親友がいないという作品でも2回やってもらって、で、ね、S もすごく面白かったです。いやもう S ね、あの、うん、S もだいぶ盛り上がってまして、はいはい、あのシアターセブンでも結構ねお客さん入ってて、よかったよかった、はい、あの合間に実は2人で飲みに行ったりとかしてて、はい、はい、まあもちろんあの1回だけしか上映、してないという方も中でもすごく活躍してる方もいらっしゃいますし、なぜ応募してくれないとダメなんで、まあまあまあそうですよね、あのあれと一緒ですね、あの宝くじと一緒でね、あの買わないと当たらないっていう、まあ、まあね、あのまあ上田君なんかね、ラストウェディングドレスでやった感がすごくあったから、うん、でまあすごくヒットしてしもて、なかなか思うように自分の思いだけではやれないとか、あとね石井君とかもあのいい作品撮ってて、また出してよって言ったんだけど、これ僕だけの意思では出せないんですよみたいなことがあったりとか、まあまあ、 あの要はね、どうしてもその権利関係、ね、そう、そういうのが制作会社とかが入ってきてあの制作するってなったらね、自主制作という世界ではなくなっちゃうんでね、はい、そう、まあ、だからその1回しかあの
選ばれてない監督もやっぱりすごい監督もたくさんいらっしゃいます、はいはい。まあ、こういうたくさんのクリエイターさんたちに支えられている中野島映画祭です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、それでは、夢人情報でございます。はい、はい、夢人情報何か今日は、はい、ひなからはですね、はい、来週8月17日と、はい、その2週間先31日に、日本ライブさせていただきます。17と31日、うん、本日ですね、うん、ちょっとまだ17日の方は詳細が現時点で出てないので、うん、ちょっと X の方見といてください、はい、31日は夕方頃のライブでございまして、あのなんかね、土足厳禁の土足厳禁、そう、あの鼓屋さんっていうところで、うんうん、ちゃんとはちょっと調べきれてないんだけど、うん、多分ね、あの和室とか、あー、なるほどなるほど、そういうようなちょっとなんかライブハウスって感じじゃな ない、ちょっとゆったりした雰囲気なので、演者もお客さんも土足厳禁なんで、可愛い靴下履いてこないでな、離したらダメだ。いやいや、もうね、シンプルなんかキャラクターもんでも入ってる、はい、みたいなところでやったりもします、はいはい、で、8月なんで、うん、8月といえば、うん、あれを着てライブ出ようかな、あれですよ、あれですよ、あれを着て、夏の風物詩、あれを着て、あれであれでしようかなって予定をしておりますので、極小水着そっち裸足やもんな、そら、いやいや、もうほら、おっさん代表としては言うとかなきゃいけないから、ボケとしてはそっち言っとかなきゃいけないって一回ね、はい、そうですから、まああれ、でも水着でライブしてるアイドルちゃんいるんですよ。いや、いるよね、いるんですよ、うんうん、まあ、SNS には絶対流れてこないんで、うん、行った人だけが見れるみたいな、なるほどなるほどなるほど、まあ私もしませんけどもプール行く時しかしませんけども、はいはい、まああれを着てライブしようかななんて思ってますので、ね、あの見れる方はぜひよろしくお願いします。はい、はいはい、そして、私の方はですね、もうあの8月前半終わっちゃってるんであれなんですけども、9月です。9月1日にトモルが、うん、あのマテリアルでまた、はい、日曜日ですね、19時から、はい、ございますので、よかったらぜひ来ていただければなと思います、はい、なんせ、新作はトモルにつながるお話ですんで見とかないと、トモル見て新作見ていただくともう号泣必至でございます、はい、ぜひ見ていただきたい、うん、思います。はい、はいはい、そんな感じでございます。ありがとうございました。はい、でエンディングでございます。おい、なんかここまでたどり着くの長くなかったか、なんか今日もうちょっとあっさり終わる前と思ったけど、結構長かったね。あれじゃないですか、はい、自分の作品喋ったからいつもほら流れてるものを見るっていうの、まあまあ、あとあの講談いらん話はいはいはい、まあ、だから喋ってる量がいっぱい多かったかもしれないですね、はいはいはい、ということで、まあまあまあ今日、10日なんですけど、来週はですね、うん、ゲストです。お、ゲストです。もうね、東京からあらま、来る東京から、東京から、東京から、とにかく、この映画について語らせてくれ、おー、熱い思いで、熱い思いがですね、皆さんに伝わるかどうか冷えたらごめんな熱い思いで冷えてしまう。難しいの。そう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 。熱い思いで冷えたら最高じゃん。いや、最高だ。確かにね。暑いからね。最高ですよ。まあ、どんな内容になるかは、ぜひご覧いただいてですね、楽しんでいただければなと思います。はい、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。